おい、ダチコ、チビスケ。あ、牛使い野郎。こんな人の多いところでオイラをチビスケって呼ぶなよ。この荒滝天下札遊び第一一都が七星召喚の大会に参加しないわけにはいかねえだろ。俺ら荒滝派は大会の賞金を全て手に入れるために全員で参加してんだ。でも予選で落ちてしまったのは親分だけだ。そんなことはどうだっていいんだよ。俺様はたまたまついてなくて一回戦で強い相手と当たっちまっただけだ。それにその相手とは一進一退の攻防を繰り広げたんだぜ。たった3ラウンドで相手に倒されたの一進一退の攻防とは言えない。おい忍、ダチ公の前なんだ。もう少し俺様のメンツってもんを考えろよ。お前だってあのなんとかの宮とかなんとか宮に負けちまっただろ。あの人は渡墨島の軍師だからね。私は素直に負けを認めているよ。オイラたち、ここ見に挨拶したいんだけど、どこにいるか見なかったか？あ、荒滝天下バカイットが言ってたなんとか宮のなんとか宮のことだぞ。こんなチビスケ。これから彼女の試合だから、あまり遠くには行っていないと思うが。